7週目ですかね。もう長い。長かった。こんなに喋りました。意外と長かった。意外と喋りました。A ちゃんのほら、ね、バスケの出会いが。かおりちゃん。かおりちゃんが。その4ゲームボイスを登録して約1918人の中のパーセント表示が出ていて、性別が出てると。そうなんですよ、女性陣が 4.2%、 95% は男性、男性。まあそりゃそうだよね。まあそうですよね。このおっさんたちの会話をね、見てくれるのはおっさんたちなんだなと思いながら、年齢ごとにも出てる、ね。まあ、そうですね。でまず発表すると、13歳から17歳が 0.1%、何やってんだお前。まあまあそんなもんか、で18歳から24歳が 5%、で25歳から34歳が 29.2%、35歳から44歳、まあ、ここが一番多いですね。あ、同世代、同世代、同世代じゃないか、ちょっと下ですね、ちょっと下ね。 52.9、 はい、52.6、 45から54歳が 11.3%、で55から64歳、僕らの上の世代ですね、1.3%、 1.3 で65歳以上が 0.5。 13から17よりいるんだね。そうですね、5倍いるんだね。だ、俺これ何人か知ってんだ、登録してるよって言われる。 5% って言ったら2人ぐらい知ってる。そうですね、僕らの世代よりちょっと下の世代がよく半数は見てくれてるってことは、まあ、1000人近くですね、 52% ってことは、ね、見てくれてるってことは、このメンバーを見ると、まあ、主にね、昔レジェンドとかで活躍してくれてた選手たちが、やっぱそこ強いよね。そうです ね、 ね、やっぱあのレジェンドっていうメンバーに出てたのは、話聞きたいもんね。うん、そうですね、あの時の話とか、ほんで未だにね、そのままずっとやり続けて、本当にあのレーゼン立ち上げた大変な頃から、あんだけね、盛り上がった時代も知ってる中の人たちが未だにやってるっていうのは、そうね、だからそこら辺がすごいターゲットとして、ただもっとね、いろんな年齢層の方に見ていただきたいですね。そうですね、何が足んないかね。そうですね、だからあれですよね、こう僕らこう毎回アップしてる YouTube の中のコメントとかに入れてくれ、まあ、たまにね、入れてくれてますよね、ああいう感じでいろんな誰々見たいとか、もっと質問とかしてくれるとすごいもっとこう新しい展開ができるのでね、知ってれば呼べるっていう感じ。そうですね、ちょっとあれ見るのが非常に嬉しくて、あ、コメントをね、そうです、反応してくれてるんだなっていうのが、紹介数も確かに気にはなるものの、あのコメントすごい毎回気にしちゃってますね。なるほど、でまあ、そんなこんなでね、はい、まあ、今年もやっていきましょうと。うで、ね、で今までさ、なんかこれやろう、あれやろうって言ってたことまだやれてない、ね、そうですね、やれてないのありますね。まず例えばやってないのは、沼ね、そう、沼の連続対 S の、クラシックス戦、クラシックス対戦ですね、これはそうですね、当時ちょっとやろうやろうって言いながら、なんかちょっとタイミング合わずね、それやりたいですね。それやりたい ね、 ね、ちょっと今のうちやっとかないと本当ね、どんどんやれなくなってくると、ね、60になっちゃう。動けるうちにね、そうね、もうハーフコートですね、ハーフ、ハーフ、もうね、お世話になった F1 さんを4分の1でいいんじゃないの。おっさんがそんな密着したら気持ち悪い、気持ち悪いね、あんまされたくないもん。ワリオに触りたくないもん。そうですね、ウルコートはちょっともうきついんで、ね、まあそれはやろう、あれ、そうですね、チャンオカのところ、チャンオカのところ、チャンオカもちょっと入ってもらって、ね、いいですね、いいですね、あとなんだろうね、よりとか言ってたもんね。そうですね、あっつんのね、行きたいですね、行きたい、あそこは本当行きたい、本当にフープ感、うどん食べたい、国より会えてないですからね。そうね、あっつんのとこ言いたいですね、あとなんか、あとあれじゃないですか、ね、レッドブルの再戦の、やるかあれ。体育と、ね、あのね、コート巡りをしながら、ね、海の公園で、うんうんうん、あの一対一をコート巡りしながらワンオンやった、あの海公園、何回やそれもやりたいですね、はい、あとやりたいかな、うん、やりたいか見たいです ね、 ね、あと佐渡原の応援に行くっていう風に当時言ってたものの、当時広島だったんですよね。そっか、今どこで、名古屋でしたっけ、今名古屋ですよね、ちょっとそこね、観戦ツアー、観戦ツアー行ったんですね、名古屋の方がやっぱ近いから行きやすいですからね、まあアウェイだもいいんだからね、そうですね、こっちに来てくれれば、そうですね、確かに、いいです ね、 ね、あと家賃とかといったね、コート巡りというか、佐渡原亮とそういったやつで、ナオトと行ったやつね、そうですね、ケンタも連れてたっけ、ケンタも連れてたっていうこともやり、そうね、まあその流れで言ったら、まっちゃんの深谷の講座も、はいはいはい、深谷 ね、 ね、行きたいですね、あとほら約束したから行かない、そうですね、約束したまんまになっちゃいますもんね、飲み屋ばっか行っちゃった。
あと何ですかね、約束。なんかさ、でもさ、その呼んだ時よりね、状況変わってるやつらもいるじゃん。多分ワームとかも変わってるよね。あ、当時は、当時は55もやってたし、こっちがね。そうですね。今はもうスレックス1本で、ね。ね、オリンピック目指してるんですね。そう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 。あとそれで言ったら、フープインザフットヒデも。あ、ヒデもね。そうですよね。社長、ね。うん、で今は、スレックスアルファ、うん、今はそうです、ね、ワームのとこで。そうですよね。あと、キリン田村くんね。大河ドラマね。で、そうなんですか。そう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 。知らなかった。チラッと、チラッと出るって。チラッと出る。すごい。ね、すごいですね。バスケ芸人としてはでもいろいろ出てますけどね、うん、今のね、うん。そうですね。ね、だその辺ももう一回。その回そうですね。洗うっていうのもあるね。うん。話聞きたい人もいっぱいいますしね。ね、誰一番聞きたい？もう一回呼ぶなら。今まで呼んだ中で、うん、今まで呼んだ中でもう一回聞きたいのは、うん、やっぱ僕沼が聞きたいですね。あ、まあ沼はね。うん。沼はもっと掘れば、うん、もっと出てくるかな、うん。俺ギバちゃんかな。あまあギバちゃんはね。最大出演。ギバちゃん呼んと毎回何かしら残してくれますから ね、うん、ギバちゃんとリンタロー一緒に呼んだりねとかね。そうですね、リンタローがね、うん、まだリンタロー呼べてないですもんね。そうそうそう、呼べてない中でやっぱギバちゃんとのつながりというか、うん、リンタロー、ジロー一緒に呼んだり、ね、ジローも呼びたいですね。ジロー濃いな。南極も物語そっちのジロー、そっちのリンタローと、リンタローとあれで南極物語みたいね。いや、ジローとか濃いもんね。ジローくん濃いっすよ。多分もうあの生き様は、ね、僕らはバスケ以外のところで最初知ってますからね、うんうん、だって向こう開拓したのって結構ジロー早めだったもんね。そうですね、ね、確かに早く行ってましたよね、うん、ソマトモトね。そうだ合格してたけど気づいてなかった。気づいてなかった。その辺もちょっと、そうですね、うん、その辺も聞きたいですね。たくさんいるな。草原も大輔も面白いしね。草原と大輔もね。で ABA 帰ってきてからとか。あ、そうですね、あ、そうですね、 ABA 行くんですもんね、うん、T と、うんうんうん、それこそ T 呼びたいし、ね、T もね、あれは僕らもう見てましたからね、彼のストリートの凄さを、うん、ザだからではいつも、ね、ザストリートですよね。その辺も聞きたいです ね。あと女性陣ですね。やっぱ本橋さんももう一回聞きたいですね。本橋さん、うん、ね、今年オリンピックありますもん ね、うん、代表ね、うん、入ってるし、マンチと一気はもういいもんな。今度ちょっとラジオ呼んでほしいですね。ラジオ行きたいね。そうですね、むしろ僕らを声かけてほしいですね、うん、まあでもまあみんな魅力的な人たちなんで、うん、また呼びたいですね。呼びたい、はい。まあ、方言ボイスって、まあ、どういうことかみたいなのを、うん、どう思ってる A ちゃんは。まあ、最初これをこう初めてやろうって時にこの話を聞いて、うんうん、まあ、ちょうどコロナの時期っていうのもあったので、うんうんうん、アンチャーと僕らってね、ストリートでも長いじゃないですか、うん、でやっぱり僕らが知ってる知識というか歴史をどうしても残していきたい、うん、そのまあコロナの時ってね、もう明日次の日がどうなってるか分からないような状態でもあったので、そういった意味ではやっぱりこういうなんだろう、文化というか、うん、こういうカルチャーっていうのを残していくというか、うんうんうん、動画として残していくっていうのが目的ではあったので、うん、なんか忘れてること多かったしね。そうですね、あのちゃんとその個人で話すと、あ、うん、そうだったのかってことが ね、たくさんあるもんね。そういった意味ではその僕らの歴史だけじゃなく、こうみんなの歴史というか、ね、こう引き出せるというか、うん、僕らも当然ああやって話をすればさらに好きになるし、うん、それを見てくれた人がさらにその人にとって興味を持ってくれて、うん、で、まあ、なんかどっかで会った時に、うん、その話のきっかけに、うん、僕も本当これ出させてもらってるおかげで本当に、まあ、どうもあの見させてもらってますって声をかけてもらえる機会が非常に増えたので、うん、これを見てもらってこの人たちを好きになってくれれば、うん、話すきっかけにはなるかなと思ってるんで、ね、すごい僕はなんか視点が違うじゃん、俺らがこう思ってたことが、うんうんうん、その呼んだゲストが視点が違う方向で見てたりするから、すごい面白いな。そうですね、うん、さらに引き出していきたい人もいっぱいいるし、ね、引き出していかなきゃいけない役割もあるかなと、うん、その新しい子たちもね、はいはいはい、どう思ってるのみたいなね、うんうん、すごい面白いし、まあこれきっかけでこう人が出会えるきっかけというか、うん、まあ僕らねこのチャンネルを利用してどこどこで今日やりますみたいなのとか、例えば僕が体育館取ったんでやりましょうみたいな、なんかこう集まれる、でまあフォーゲームってものを発信していけるというか、まあ、僕らもねこうバスケットを変えたいと思ってフォーゲームを作ったので、このチャンネルをきっかけに何かこうさらにバスケットを好きになれるようなものが作っていければなと。確かに、はい、思ってます。それには登録と、そうですね、ちょっとここまでできたら、ね、最初1000って目標でしたけど、さらにもっと行きたい。7000 7000 何年かかるかな。ね、まあでもそうですね、多分見てれば面白いと思うから。そうですね、実際視聴回数見てると登録数以上いるんで、もうちょっと
ちょっと押してもらえればいいんで、うん、グッドボタンとあの登録をしてもらって、でさらに本当コメントで僕らはこう質問とかこういうのやってくれとか、やれる範囲でね、やれないこともあるかもしれないですけどね、まあ、ちょっとやっていきましょう。そうですね、はい、ちょっとやっていきましょう。死ぬまでやりましょう。そのために死なないように頑張りましょう。頑張りましょう。はい、ありがとうございました。良いお年を。今年もよろしくお願いします。